皆さんこんにちは。今回もですね、はい、プレイングサッカーの、シャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜してたった一度きりのチームを作る、やるたびに完全に新しいチームが復帰。ブラジルの、はい、コンタクトと、キック力ですね、フットワークもあるというね。ただ一方でスピードとジャンプはないというね。はい、割とセンターフォワードにはというかね、サッカー選手に珍しいタイプですね。はい、そうですね、はい、復帰タイプというね、はい、フォワードでも復帰みたいなタイプは、ほぼいないですね。はい、でマネが、あ、マタですね、スペインのマタですね、これ。はい、インサイドハーフですね。はい、でフェデリコですね、ブラジルの選手、長いがいます。でキャバイエ、フランスのミッドフィルダーですね。でガードルのセンターミッドフィルダーと、でリカルド・ナントがプロトガルの選手ですね。イタリアのローリーニョみたいな人がいますね。でガリー・メデル、はい、よくね遭遇しますね。はい、でコスタリカの選手ですか。はい、でキーパー、オランダのキーパーシネッセンですかね。はい、ジャンプ力非常にあるっていうね。でパス能力、フィード意外とあると。なるほど。で、はい、ウォルシャーにコルテス、ウィリアム・カルバチョフに本田圭佑。なるほど、なかなかね面白いメンツというか、珍しいメンツというかね。はい、そんなに見ないですね、これ。どうしようかな、まあ、本田とりあえず入れて、ウィリアム・カルバチョフ、ん、ここですね。でコルテスとセンターバックですか。ウォルシアもね、当然入ってくると思うんですが、いや、これはワンバックやるしかないか、インターセプトプレス。うわー、これ迷う。どっちだ、ローリーニョかリカルドなんとかですね、これ。パス能力あるな。はい、センターバックのね、進展能力としてはこっちの人の方が高そうですけど、パス能力あってね、ちょっとカウンターもできるというね。はい、まあこうしますか。しょうがないですね。で、どうすんだっけ。まあね、ローリーニョサイドバック、あ、ローリーニョじゃないですね。はい、サイドバックできそうですけど、はい。で、まあ、また、インサイドハーフ。ホンダはどこでやるか迷いますね、これ、本当に。まあ、いつも迷いますけどね、これ。サイドできるとしたら、スピードがあるのは、ガリーメデル、スピードあんな。はい、ホンダサードやりますか。やんないですよね。でもまあちょっと一回ホンダで使ってみます。スピードね、やっぱ足り、でも足りないな、やっぱりスピードないですね。いや、フェデリコサイドにしてみて、ホンダが入ると、で、あとオルシアインサイドで使って、まあ、ギリギリの、はい、こんな感じでいきますかね。攻撃的で、一応ね、筋は通ってますね。はい。センターフォワード復帰ワントップと。はい、これで一回見ます。相手は、コートジボワール。はい、コートジボワールですね。イヤートゥーレをね、とりあえず避けないと、攻撃がままならないと。はい。うわぁ、抜けてしまうか。はい、ここ要注意ですね。ジェルビーニョのところ。やっぱりね、ジェルビーニョ、ボール持って走って、で中でね、ドログバ待ってるっていうのが強いですね、本当に。はい、普通はね、ジェルビーヌだけですけど。はい、ただ、復帰に渡していってんですね。しっかりね、ボールホルダーと、ゴールシューターがいるとね、あと、まあ、ヤヤトリオもね、その後ろで構えてれば、立派なね、シューターですし、カウンター対策もね、一人でやってくれるんでね。うわ、強い、なんだこれ。まあ、ただね、今のところ、うまくいってます。最長いのスピード生かして、このね、スペース。コートジボワールフォーメーション442ですかね、多分。あ、2じゃないか、1か。433、あ、433か。はい。そうですね。いや、やばい、いや、頼む。追いついて、はい。ウィリアム・カルバチョ、はい。あ、なんだ。はい。はい、またのね、シュート、おー、ブロックか。あ、やっぱりコルトレいるんで硬いですね、ちょっと。はい、ガリーメデルから奪ってね、長いのスピードちょっと軽く、えい。
いやー、強引。はい、多分ね、着いたのコロトゥールだと思うんですけど、強引にもう引き剥がして、このね、圧倒的なフィジカル能力というのがね、もうサッカー選手離れして本当にラグビー選手みたいなね感じですね。はい、これはもう空いてますね、ここが。はい、今完全にね、真ん中2人ぐらいマークできてないような感じなんで、うん、これがね、怖いですね。はい、カルーもスピードありますね。やばい、これしっかり押さないと終わっちゃう。はい、今回センターバック設定したのがね、プラスに出てますね、完全に。GLB のドログバとは怖いところね、押さえてくれるんで、はい、2-0 ですね。やっぱホンダちょっとじゃあサイド使ってみるか。無理そうですけどね、これ。はい、で、またのね、強さが出るような形に持っていきたいですね。まあ、変えることないか、はい。ホンダがプレスと、ただ追いつかないですね。ガリーメデルと。いや、待って。はい。やっとり置いてきます。はい、復帰で、長井がね、ボール運び役目をやってくれるなら、そうですね、フォーメーションとして相当に楽ですね、これ。はい、長井がね、運んでくれるんで。キャバイネの強烈なミドルシュートと。いやー、無理か。はい。ガリメデルのミドルですね。いや、頼む。はい、ホンダから、かわして、わあ、ダメか。コルトゥレか。無理ですね。はい。復帰、フェデリコ、ホンダ計測器、ロングシュートと、わあ、突き刺さりましたね。はい。強烈ですね。やっぱりこの人のね、シュート力、はい。ロングシュート入っちゃいますね。やっぱり戻します。で、まあ、一人変えるか。でですね、まあ、サイドですね。やっぱりフェデリコのところ。まあ、これしかないか、でも。唯一ね、この人、今のところ、ちょっとね、若干、見どころなさそうですけど、このメンバーで見るとね、スピードが、ガリーメデルに次いで79あるっていうことでね、まあ、復帰の方が早いのか。はい、サイドに仕事を見つけてますね。ホンダがプレスと。はい、奪いました。またから、復帰と。で、フェデリコですね。で、僕は復帰に戻してね、はい。強烈なロングシュートが入ると。いうね、強いですね、やっぱり。もう圧倒的な能力ですね。はい、このね、ロングシュートは、はい、あー、エアトゥリー来ちゃった。はい、ただ、エアトゥリーにもね、決して、コンタクトプレイで負けないっていうのがね、本当に、すごいところで。はい、フェデリコから、復帰回して、持ち帰ってシュートと。ちょっとね、やっぱりボールタッチの柔らかさもう少しね、欲しいですね、どうせなら。はい、これは、一回戻して、もう放り込むか。はい、放り込んで落として、フェデリコのシュートは入らずと。フェデリコ、あ、キック全然ない。はい。ガリーメデル、頼む。はい、またから、復帰と落として、復帰から、はい、やっぱりね、うまくトライアングル作れた時が、うわ、強い。崩しどころですね。はい。あー、そうか。長いね、動き出しはないですね。はい、ホンダから、吹きと、これでも、えい、ここ出して、頼む。もう行っちゃうか。えい、あー、そうですね、シュートないんでね、やっぱり。はい、というわけで、4-0 ですね。内容的にね、良かったと思いますね。コートジボワール割と特徴のある、というかね、いいチームなんで、フォーメーションでね、噛み合った時に、内容のある試合ができると思いますね。今回、ワントップ復帰と。やっぱりね、圧倒的な能力ですね、ハルク。はい。2点ぐらい取りましたか。コロトゥレ来ても全然ね、関係ないぐらいの。イアトゥレにもね、ボディコンタクトで勝てるっていうのがね、すごいですね。そんな選手、まずいないんですけどね。はい。その驚異的な力あります。あと、まあ、シュートの力ですね。ロングシュートを決めて、ミドルも決めて、というね。はい。そこのところが強いですね、やっぱり。なかなかね、そういう選手いないんで、いると面白いですね。はい。まあ、ただね、適正ポジション難しいですね。センターフォワードにしては、動き出しは設定されてないので、ウィングでね、やってると思うんですけど、ブラジル代表とかで、以前ね、何年ですか ?14 年でした。18年かな。はい。ウィングでね、やってたんですけどね、ウィングっていう感じでもね、明らかに、
ないですね。相当、パワープレーがね、多いんで、はい。ということで、なかなかね、サッカー選手らしくないサッカー選手ということで、だいぶね、特徴がありますね。で、このタイプの選手、ルカックはね、フィジカル強いですけど、ね、スピードがあって、そのスピードで、ね、活かしたようなプレーがあったりするんでね、はい。だいぶ印象違いますね。はい。で、左フェデリックを設定、右長いですね。長いスピード、やっぱりね、スピードあれば、スピードだけでね、サイド、ボール前に運べるんでね、ちょっとありがたいですね。はい。組み立ての時、長いにボールを渡せばね、押し込み役勝手にやってくれるんで。で、中央ね、本田圭佑、インサイドハーフ、あと、またですね。またね、うまさが、やっぱりね、パス能力、ボールタッチでかわすところの、スペイン人らしい、技術の高さがね、最大限に出てましたね。本田も良かったと思いますね。ディフェンスのところでも、まあ、ただね、プレスはそこまでないですけど、ね、当たり負けしないところと、あと、キックのうまさですね、何より。はい、やっぱりね、使ってみると、全然ね、キックが、他の選手とは違うなっていう感じでね、シュートもそうですし、ロングフィード、あとパスね、一つ取っても、まあ、クロスもそうですね、はい。全般的な、日本人離れした、パワーをね、あと技術ですね、はい、持ってるっていう感じでね。で、まあ、ガリーメドルね、攻守の中心でしたね。ある意味、ミッドフィルターの中で一番重要なところでしたね。はい。そんな感じですかね。最終ラインあんまりね、まあ、センターバックも設定したのか。はい。そこまでかからなかったですね。センターバック出番ありましてね。やっぱり、ジェルビーニョはボール持った時一番怖いんで、ドログバはね、縦への突破そこまでですけど、ジェルビーニョ速いし、カルーボのスピードあるんで、これ破られて、中にドログバいるっていうパターンがね、本当に怖いんでね。はい、センターバックだいぶ効いてたと思います。っていう感じですかね、はい。全体的にフォーメーションの噛み合いかなりありましたね。復帰ワントップが、よく働いたっていうのがね、まず大きいですね、はい。まあ、場合によってはね、相手次第ですけど、このセンターバックをね、シャドーストライカー、あるいはフォワードで2トップにするね、フォーメーション考えられますが、今回、スピードあるコートジボワールだったんで、保険の役割でね、後ろに設定して、コートジボワールを完封する代わりに、まあ、得点もね、あまり伸びないということですけどね、はい。まあ、ただ良かったですね、金、噛み合いが。っていう感じですかね、はい。というわけで、今回はサッカーコートジボワール代表相手に4対0でした。また次回ね、シャッフルやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。